に先発していまだ勝ち星のない1億円ルーキー長谷川茂俊、ここまで不運続きで悲劇の主人公を演じてきました。序盤から気迫のこもったピッチングを披露、この白井の当たりもファイターあふれるプレーで日本ハム打線を翻弄します。その長谷川の好投に今日こそは援護したいオリックス打線、3回1番の本西が日本ハム先発松浦からタイムリーヒットを放ち1点を先制。4回には長谷川の女房役中島がレフトスタンドに2号スリーランホームランを叩き込み4対0。さらにオリックスは1点を追加し、やっと長谷川の勝利が見え始めてきました。ところがこのままでは終わってくれないところが悲劇の主人公たるゆえんか、7回長谷川はワンアウト満塁のピンチを迎え、1番田中に内野安打、これで1点を返されなおも満塁と一発出れば同点の場面。しかし続く森をフォークで三振、大島をファーストゴロに打ち取り、このピンチを1点で逃げ切ります。そして9回2アウトまでこぎつけながらあと1人という場面で代打住吉の内野安打、また満塁のピンチです。最後の最後まで楽に勝たせてくれない、これも神のいたずらか。しかし最後は島田信俊をライトフライに打ち取り、長谷川プロ初勝利、待ちに待った1勝を7安打の完投で飾りました。ある1勝ウィニングボール、そうです ね、これどうしますか。大事に置いときますけども、うん、まあでもね、これを大事にするようじゃダメなんで、うん、これから10勝20勝とどん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 勝っていきたいんでね、うん、あの今まで心配かけたスカウトの人たちとか、うん、両親とかにね、うん、やっぱりあのやっと勝てましたということを言いたいですね。